ライザ、こんにちは。二人揃ってどうしたの？久しぶりにクラウディアと会ったから3年前の話で盛り上がってたんだよ。3年でみんな結構変わったよね。特にタオ君はすっごい変わったよ。そうかな。そうだよ、最初見た時びっくりしたんだから。こうしてまたみんなと再会して冒険できるなんて、3年前のあの頃に一気に戻ったような気になるよ。ただレント君がいないのがちょっと残念かな。レント、今頃どこで何してるんだろう。お話しするならゆっくりお茶しながらにしない？うん、そうしよっか。空いてる席は、あれ？ねえ、あれってまさか。やっぱりそうだ、レッドだ。雰囲気が違うから一瞬わからなかったよ。レント君に会えたらいいなって言ってたら、まさか本当に会えるなんて。なんだ、ライザたちもこっち来てたのか。あれ、あんたどうかしたの？悪いけど、俺のことは放っておいてくれ。あのさ、レント、私たちこっちでまた冒険してるんだよ。空剣島の方じゃ見たことないような遺跡がこの王都の近くにあるの。ああ、この町の南にあるあれだろ。見たから知ってるさ。洞窟みたいなとこの中にあった。え、南って言った？ああ、道に迷って道なき道を歩きまくった時に見かけただけだから、行き方はよく覚えてねえけど。町の南、洞窟みたいな場所、ひょっとして鉱山のことかな。この町の近くには鉱山があって、あちこちに穴が開いてるらしいんだ。そこのことかもしれない。そんな場所があるんだ。じゃあ行ってみようよ。ねえ、レントも一緒に行ってみない？悪いけど他に用事があるんだ。またな。あ、レント、行っちゃったよ。旅の途中で何かあったのかな。忙しそうだったけど。それにしたってあんなレント初めて見た。喧嘩した時だってあんな態度取らなかったのに。うん、何かあったのかな。けど忙しいって言うなら仕方ないか。また会えるだろうし、私たちはレントの言ってた遺跡に行ってみようよ。鉱山は町の南にあるってことだが、この扉からじゃないといけないのか？いけなくはありませんが、おすすめはしません。遠回りになりますし、道もずっと険しくなります。だいぶ錆びついちゃってるね。これ浮
動くのかな。お前ら何してるんだ。すみません、この先に用事があるので通していただけますか。あ、これはパトリツィアお嬢様。いや、ですがこの先は。どうしても鉱山へ行く必要があって。お願いします。ダメでしょうか。いえ、ダメではありませんが、実はこの扉開かないんです。え、どういうこと。長期間整備もされず放置されたままなので、完全に錆びて癒着してしまっているのですよ。そうだったんですか。それじゃあ何か別の方法は。ねえ、錆びてくっついちゃってるんでしょ。それなら錆を取って滑りを良くすればいいんじゃない。ライザ、何か思いついたの。うん、事情が分かっちゃえばね。思いついた道具があるから作って持ってくるよ。はあ、タオ、どうかしたの。さっきからため息ばっかりついて。あ、ごめん、ちょっと考え疲れちゃってさ。みたいね。タオのことだから、また伝承のことでも考えてたんじゃない。まあね。何か新しい発見でもあったの。どうなのかな。正直僕もまだ確信を持ってるわけじゃないんだけど、何度も見返しているうちにね、あることに気づいたんだ。ひょっとしたらあの伝承はもともと一つの伝承じゃなかったんじゃないかって。どういうこと。内容がバラバラな気がするんだ。遺跡の話、錬金術の話、魔を食う獣とか神秘の精とかさ、一つの話にしては突然違う話になってるのが気になるんだよ。確かに一貫性がない感じはするかな。実は僕らが手に入れたこの伝承は、いくつかの別々の話を一つにまとめただけなんじゃないか。だからクリフォードさんは伝承の途中だけ知ってたっていう奇妙なことになってたんじゃないか。なるほど。全部別々の話だって考えたら奇妙じゃなくなるよね。そうなんだ。でもそうなるとまた一つ謎が生まれるんだよ。どうしてそんな別々の話を一つにまとめようなんて考えたんだろうってさ。理由もなくそんなことはしないよね。うん、でもそうする理由が全くわからない。そうだな、実は何か関係があるとか、別々の話に見えて実はどれも根っこの部分でつながってて一つにまとめられるものだったなんてさ。そうなのかな。だとしたら一体どんなつながりがあるのか。はぁ、さっぱりわからない。もっといろいろ調べる必要がありそうだな。こんなのはどうかな。何作っちゃおうかな。入れる場所は何入れよっかな。何入れよっかな。お、いい感じかも。お、いい感じかも。何入れよっかな。
何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。次はどうしよっかな。どれにしようかな。うまくいくかな。やった、できた。できた。油の中でもとびきり滑りがいい油。綺麗な油でしょ。でも舐めたらダメだよ。これなら結構ツルッツルに滑ると思うんだよね。扱いには気をつけないと私が転ぶ。とりあえずあの扉の各所に油を差しに行ってみよう。何をしたんだ。まあいろいろとね。いやマジですごいぜ。俺は魔法と言われても信じる自信がある。本当にそれは私も同意します。まあいい、よくわからんが何にせよ扉は開くようになったわけだ。だが廃校は落盤なんかも起こりやすくて危険なんだ。できればその辺の人間には行ってほしくない。ですからパトリツィアお嬢様、絶対に廃校の中へ入ってはいけませんよ。もちろん相応の事情がない限り入らないので安心してください。嘘は言ってないけど、いいのかな。あの方もお嬢様のお連れですか。オーレンジか。まさかこんなところで私たちを知る者に出会うなんて。本当に？言われてみれば確かに雰囲気が似てるね。知っているなら隠す必要はないわね。私はオーレン族のセリ。実は話を聞いてしまったの。私も一緒について行ってもいい？どうして？行きたい理由があるの。いいよ、わかった。おいおい、ちょっと待て。そんな簡単に同行させたらまずいだろう。どんなやつかもわからねえのに。でもオーレン族の人はみんないい人ばかりだよ。ライザ、オーレン族で知ってる人ってリラさんとキロさんしかいないだろ。そうだけど、そんな悪い人には見えないし、それにダメって言っても一人で行きそうだし。廃校の中の遺跡に行こうとしてるなら一人で行かせるのは危険じゃないかな。まあ考えてみりゃ、よく知らねえ俺をライザは仲間として迎えてくれたからな。
いいさ、ライザが決めな。もしヤバいやつだったら俺がどうにかするぜ。そうですね、ライザさんの判断にお任せします。みんなありがとう。セリさん、一緒に行こう。よろしくね。ありがとう、助かるわ。禁物だよ。当てる。正解。連続よ。そこ。伸びろ。当てる。そこ。正解。連続よ。ライザ、行くよ。任せてください。当てる。パトリッツィアさん、合わせて。剣。抜けパトリッツィア。援護する。の前。見せてあげるわ。風よ、吹いて。大丈夫。パトリッツィアさん、するよ。合わせて。そこ。ライザ、行くよ。まだまだ。引き取りなさい。貫く。そこ。当てる。ライザ、行くよ。まだまだ。問題なしよ。よっ、なんだ、余裕余裕。当てる。正解。連続よ。そこ。当てる。そこ。連勝。ライザ、行くよ。任せてください。パトリッツィアさん、当てる。受けてみなさい。貫く。引き取りなさい。そこ、当てる。そこ、伸びる。まだまだ。届いて。まだまだ。当てる。そこ援護するよ。伸びる。そこ。ライザ、任せるわ。当てる。任せてください。パトリッツィアさん、合わせて。貫く。援護する。熱き剣、受けてみなさい。当然の結果よ。ちょっとは成長できたかな。そりゃあ、綺麗な石ね。はい、どうぞ。そりゃあ、よー、油断は禁物だよ。当てる。正解。連続よ。そこ。伸びろ。正解。連絡させてください。パティ、援護を。そこ。やっ、そこ。正解。動いて。連絡よ。伸びろ。
連動よ、任せて。ライザ、行くよ。さあ、始めるよ。一気に行くよ。ライザ、行くよ。そこ、当てる。そこ、伸びろ。任せてください。パトリッツァさん、合わせて。受け、逃がさない。一気に行く。当てる。そこ、まだく伸びろ。届いてる。まだまだ。そこ、パトリッツァさん、合わせて。そこ、ライザ、行くよ。そこ、問題なしよ。油断は禁物だよ。当てる。そこ、正解。連続よ。伸びろ。当てる。そこ、そこ、そこ。ライザ、行くよ。任せてください。パトリッツァさん、合わせて。そこ、届いて。パトリッツァ、援護して。そこ、当てる。援護するよ。伸びろ。ライザ、行くよ。冷たいよ。ライザ、任せる。妖精さん、お願い。そこ、当てる。任せてください。そこ、伸びろ。危険、援護受け。剣の舞、見せてあげるわ。行きなさい。パトリッツァ、援護して。援護するよ。楽勝、楽勝。さあ、早く進もう。砂をどうするのかしら。砂鉄や砂金が目的とか。ワクワクするね。この景色、あたし好きだな。うん、それにしてもとっても広いね。どれくらいの人が働いてたのかな。昔からこの地に住んでいる方から一度聞いたことがあります。オートが金属の大生産地だった頃、ここはすごく賑わっていたらしいです。オートに住む人たちはもちろん、外から来た人たちも一緒に働いていて、ここで財を成し、オートに家を買った人や貴族になり上がった方もいたそうですよ。夢のあるいい話じゃないか。はい。ですが、こうして廃校になってしまったということは、それももう夢の後ですけど。変な話をしてしまって。そんなことない、聞けてよかったわ。
うん、この町の大切な歴史の一つなんだ。教えてくれてありがとう。薄暗いね。明るいところから急に暗い行動に入ったからな。特にそう感じるぜ。あっとだ、はあ、危なかった。大丈夫ですか、タオさん。うえ、ちょっと驚いたけどね。暗くて見えなかったけど、いろんなものが落ちてる。昔使われてたものがそのまま残っているみたい。持ち出す余裕もなく廃校になったのね。言われただろ、もともと廃校なんてのは危険だらけの場所だぜ。おまけにここはやけに広い。迷路みたいになってやがる。思った以上に危ない場所なのかも。そうだね、みんな気をつけて進もう。ここには種があるかしら。そりゃ！油断は禁物だよ。
当てる。そこ正解。連続よ。伸びろ。当てる。正解。連続よ。ライザー行くよ。任せてください。そこ風よ吹いて。当てる。危険。受けつけ。そこ伸びろ。援護するよ。当てる。ライズ任せる。そこ連勝。まだまだ。あなたたち。ライザー行くよ。当てる。そこ伸びろ。連勝。飛びなさい。逃がさない。何を使おうか。一気に行くよ。任せてください。当てる。そこそこ。まだまだ。届いて。まだまだ。当てる。援護するよ。そこそこ。まだまだ。そこ連勝。伸びろ。そこ当てる。任せてください。あつき剣伸びろ。行け。パトリチアさん合わせて。そこそこそこ。まだまだ。伸びろ。届いて。まだまだ。パトリチア援護。援護するよ。そこスーパイザー行くよ。連勝。伸びろ。一気に行くわ。当てる。そこそこ。まだまだ。すごい。あたしたちの勝ちだね。どうしてここだけ明るいの？これ、この坑道の明かりって魔石が使われてるんだね。ずっと暗い坑道を歩いてきたからちょっと落ち着くね。そうだな。それにしても他のところは消えちまってるってのに、ここのは消える気配がねえな。誰も来ない廃坑でずっと輝いてくれてたのね。私たちにはありがたい話だけどね。そりゃ僕も鍛えたからこれくらいなら平気さ。よーいしょ。油断は禁物だよ。当てる。そこ正解。連続よ。伸びろ。当てる。そこ連勝。ライザー行くよ。妖精さんお願い。任せてください。当てる。あっち剣。そこ受け。まだまだ。パトリツ援護して。そこ援護するよ。当てる。ライザー。そこ任せる。まだまだ。行け。あなたたち。ライザー行くよ。さあ始めるよ。一気に行くよ。そこ当てる。任せてください。そこ問題なしよ。ここから先
真っ暗だね。手探りで行けないこともなさそうだけど、ちょっと危険かな。ああ、この先ちゃんと道が続いているのかもわからねえし、無理に進まない方がいい。何か暗闇対策を考えなくちゃ。ようになってから一目で見分けがつくようになったな。はい、どうぞ。糸の扱いには慣れてるの。大切に使わなくちゃね。これも素材になるのか。なんだか怪しい感じになってきたな。よいしょ。おいしそうな食材が手に入った。まあ錬金術に使うんだけどね。何が出るかな。が言ってたところかな。本当に鉱山の奥にこんなものがあったんですね。働いてた人たちは見つけなかったんでしょうか。鉱山の奴らが見つけたんだと思うぜ。だから行動が遺跡に続いてたんだろう。でもそうなったら王都でも騒ぎになるはずだよね。ここの記録にはそんな記述載ってなかったけど。レント君は遺跡の中には行かなかったのかな。あの口ぶりだと言ってないと思う。忙しそうだったし、一体何してんだか。詳しい事情は知らないけどよ、もともと仲間だったんだろ。うん、大切な友達だよ。なら今はそっとしておくんだな。男には一人になりたい時もある。そうだね。何にしてもまずは遺跡に行ってみましょう。レントのことはそれからよ。調べがいのある遺跡だぜ。みんな気をつけて。当てる。正解。連続よ。そこ伸びろ。
当てる。連続よ。メイザー、行くよ。任せてください。当てる強制さん、お願い。剣の舞見せてあげるわ。当てる。そこ伸びる。カトリッツ、そこエンジェス、当てる。動いて。そこ援護するよ。ライズ、任せる。当てる。そこ行きなさい。そこ当てる。連続よ。伸びる。まだまだ。任せてください。当てる。剣の舞止められるかしら。カトリッツさん、合わせて。援護するよ。正解。連続よ。どうだ。当てる。マイカ、行くよ。斜めを使おうか。一気に行くよ。任せてください。そこ当てる。カトリッツさん、合わせて。そこ見せてあげるわ。逃がさない。引き飛びなさい。当てる。そこそこまだまだ。伸びるに止められるかしら。その剣が見えるかしら。当てる。カトリッツさん、合わせて。カトリッツさん、合わせて。援護するよ。そこカイザー、行くよ。伸びろ。まだ待つ。気が抜く。カイザー、行くよ。当てる。そこ高いよ。まだまだ。伸びる。逃がさない。連勝。行け。そこ当てて。どいて。脅威は去ったみたいね。ちょっとは成長できたかな。もっともっと強くなるぞ。私もまだまだ成長途中のようね。実戦で得た経験無駄にはしないわ。でも原石でもない、ただの石。本当にこれを材料にするの？よーいしょ。よーいしょ。石ころなんかでよけりゃアトリエの前にも転がってるだろうに。よーいしょ。よーいしょ。植物と違って当てる。
カイザ、行くよ。まだまだ使おうか。戦況を変えるよ。任せてください。パトリッチャーさん、合わせて。伸びろ。そこ。まだまだ。まだまだ。この剣が見えるかしら。剣の前援護するよ。見せてあげるわ。ライザ、任せて。アカイザ、行くよ。そこ。まだまだ。一気に行くよ。そこ、当てる。そこ。伸びろ。まだまだ。どいて。任せてください。パトリッチャーさん、合わせて。そこ、届いて。まだまだ。まだまだ。伸びろ。行け。当てる。そこ。この剣が見えるかしら。当てる。援護するよ。見せてあげるわ。行け。ライト、任せる。妖精さん、お願い。当てる。どいて。そこ。まだまだ。逃がさない。伸びろ。何を使おうか。一気に行くよ。そこ、当てる。カイザ、行くよ。そこ、せーの。脅威は去ったみたいね。ちょっとは成長できたかな。私もまだまだ成長途中のようね。実戦で得た経験、無駄にはしないわ。新鮮な蜂蜜がたっぷり詰まってる。これで爆弾とか作れるかな。
石の名前とか特徴も完璧に覚えちゃった。3年前の。これは？ランタンみたいですね。でも燃料も入れてないのに火が灯ってるよ。すごい便利だね。これなら燃料を気にせず探索できるんじゃないかな。どういう仕組みなんだろう。ただの作りじゃないことだけは確かだけど。なんだそれ。他の遺跡にも同じようなものがあったし、多分このランタンの作り方じゃないかな。いつどこの誰が残したものか知らねえが、使わない手はない。利用させてもらおうぜ。トレジャーハンターならランタンくらいは持ち合わせていると思っていたんですが。忘れた。よし、さっさと行こうぜ。どんなことが起こるかな。冒険は毎日がドキドキだよ。よーみんな気をつけて。そこだ。よっと、はあ、せーか連続よ。そこだ。よっと、伸びろ。聞いて、ライザー、任せた。そこだ。よっと、任せてください。キパティ、僕に合わせて。そこだ。よっと、走れ炎よ。そこだ。よっと、伸びろ。そこだ。よっと、まだあと1分。ライザー、そこだ。任せる。そうだ。伸びろ。行け。さあ始めるよ。戦況を変えるよ。そこだ。よっと、はあ、よそこ。そこだ。伸びろ。はあ、よそこ。ライザー、任せてください。そこだ。走れ炎よ。そこ。そこだ。やっと届いた。伸びる。まだまだ。行け。援護するよ。よっ、ライザー、任せた。どいて。そこ。そこだ。ライザー、任せて。あーっと、そこ。せーか、連続よ。そこだ。どうだ。任せてください。よー、僕に援護しえるか。さあ危険、受けてみなさい。あなたたち、そこ。パテリッツ、僕に合わせて。そこ、やだ。はあ、すごいです。まだまだよ。そこだ。よく押さえた。任せる。そこ、伸びろ。冷たいよ。
け。どうだ、うん、そこ伸びろ、行け、正解、連続よ。どうだ、任せてください。この剣が見えるかしら。そこ、やっ、届いて、まだまだよ。ライザ、任せるわ、あなたたち。さあ、始めるよ。一気に行くよ。さあ、始めるよ。一気に行くよ。ライザ、任せるわ。伸びろ、行け、これで、そこ連勝、任せてください。そこ、一気に行くわ。脅威は去ったみたいね。ちょっとは強くなれたのかな。もっともっと強くなるぞ。私もまだまだ成長途中のようね。実戦で得た経験、無駄にはしないわ。トリャ使えるんだけど、そりゃ錬金術師の名折れよね。そりゃ届いて、そりゃ持ちすぎかも。
これは太陽を模してるのかな。何かの信仰対象とかかもしれねえ。俺はそういうのに興味ねえからよく知らんけどな。特に何かあるって感じじゃないね。飾りとか調度品みたいなものでしょうか。それにしちゃ随分と目立つところにあるな。何の意味もないとは思えないな。何か匂いませんか。正体はこいつだな。それは油かしら。そのようだが、普通の油よりもずっと粘度が高い。こんなのは見たことがねえ。どうする？一応持っていくか。そうだね、何かの役に立つかもしれないし。私その匂いちょっと苦手です。それっぽい扉が出てきたな。これは炎？炎の模様なのかな。何か宝玉みたいなものがはまってるね。がっちりはまってやがる。扉をぶっ壊したりしない限り取れそうにねえな。そういう盗賊みたいな真似はやめてください。開かないわ。鍵がかかってるとか。鍵穴らしきものも見当たらないけど。でも扉である以上開くはずだよ。扉ならだけど。何か違う方法で開けるのかな。ちょっとまだ分からんことが多いな。下手なことをして罠でも作動したら面倒だ。他に調べられそうなところを当たってみた方が良さそうだな。